い、しっかり練習積んで当日はバチバチに打ち合って会場盛り上げましょう。会場に見に来られる皆さんたちの日頃のストレスや疲れを吹っ飛ぶような試合をしたいと思います。判定とかお互い狙わずにいい KO 決着で試合したいと思いますので、ぜひやりましょう。これまでこのタイトルとかメジャーとか無縁で来たので、いい機会いただいたなと思っています。Segundo.
レイン。Segundo. Please.
30秒。お待たせしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ秋山30対28赤宮森、ジャッジ村田30対27赤宮森、ジャッジ原田30対28赤宮森、以上判定3対0をお知らせいたします。宮森悟選手の勝利です。この結果により KBKB 初代ウェルター級王者は宮森悟選手に決定いたしました。ここで宮森悟選手に認定証の授与です。認定証宮森悟殿、1年を九州プロピーコボクシング初代ウェルター級王者として認定する。令和3年2月14日九州プロピーコボクシング代表渡辺慎者、九州プロピーコボクシング名誉顧問衆議院議員鬼木誠、よし、続きまして勝利者賞トロフィーの授与です。続きまして、チャンピオンベルトの授与です。それでは KBKB 初代ウェルター級チャンピオンに輝きました宮森悟選手にここで一言いただきます。こんばんは、宮崎のライアタリガジムから、やってきました宮森悟と言います。ちょっとしょっぱい試合になったと思います。手島選手本当に強かったです。パワーがあって本当に、はい、ちょっと怖さがあったんで、ちょっとダメでした。自分もなかなか手が出せませんでした。手島選手ありがとうございました。コロナ中、コロナ禍の中、本当、まあ、結構空いてますけど、ご来場いただき、対戦相手の、応援の方も、自分のことを応援来てくれた方も、皆さん今日集まっていただきありがとうございます。そうですね、ほんとしょっぱい試合してすいません。この後第4試合に、うちの同門の西本龍也選手が、出場するので、彼の試合は見せる試合だし、本当に強いんで、楽しみにしててください。めっちゃイケメンです。はい。それだけです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。初代KBKB ウェルター級チャンピオンに輝きました宮森悟選手に今一度盛大な拍手をお送りください。選手退場。